皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではラッシュ&ドリーム続きからやっていきましょう。はい、しくじった、悔しい。先ほどの練習いい感じだった。今の調子を忘れずにな。はい、やった、手塚部長に褒められちゃった。しまった、よし、完璧。よし、やってるね。君の汗のしずく、とっても綺麗だよ。え、やだ、仙石先輩ったら何言ってるんですか。この調子で練習に打ち込んでくれよ。流した汗の数だけラッキーの女神様は微笑むんだからね。ありがとうございます。やった、仙石先輩に褒められちゃった。お、あ、見つけた。ねえ、ちょっといいかい。いつの間にか名前呼びになってる。大鳥さん、何かご用ですか。さっきの榊監督からの練習内容変更のことなんだけど、それでさ、君さえよかったら明日一緒に練習しない。え、それって二人でですか。獅子郎さんと一緒に三人とかではなく、私と大鳥くんの二人だけですよね。お願いします。いいですか、よろしくお願いします。じゃあ明日の朝楽しみにしてるから。はい、やった、明日の朝は大鳥くんと練習だ。頑張らなくっちゃね。エキサイティング、よし、ベリーグッド。よし、あ、カバジ君、ナイスファイトです。ありがとうございます。今の調子を忘れないようにこれからも頑張ります。よし、やった、カバジ君に褒められちゃった。集合。これより本日の練習試合を行う。対戦相手は公平にくじで決める。順番に引き試合を始めてくれ。はい、大鳥くん。君、今日の相手のことを知ってるみたいだね。吉川さんとは都大会のミクスロで対戦したことがあるんです。あの人のデータテニスにはかなり苦しめられました。それもムカつくくらい。そうなんだ、データテニスか。確かにやりにくそうだな。評定にデータテニスする人とかいないよね、今のところ。昨日今日知り合ったばかりの即席ペアです。何か問題でもあります。俺たちの実力見せてやるぜ。よろしくお願いします。よし、頑張るぞ。もう4ゲームずつか。もう菊丸先輩かわいいな。ではラケットをこれにして、プレイ、いきます。頼む。はい、予測でカバーします。やっ、ここは俺がここっす。吉川さんいないよ。やった、やりー、フィフティーンラブ。じゃあここは俺が、はい、マリアった、よかった。やっ、やった、ラッキー、アウト。しゃ、サーティーラブ。はい、間に合うか。あ、よかった。
ミナミさんが何もしないよ。そこっす。あれいつの間に打った？フォーティーラン。あれてか大鳥くんって左利きだったっけ？たまたまかな。来るよ。私キャラの引き腕はさすがに覚えてないや。おっしゃー、ゲーム大鳥ペア、プレイ。アウト。当然ですね。フィフティーンラブ。いきますよ。ここは俺が。お願い。まさか。やったラッキー。てか大鳥くんがフィフティーンオールサーブを打つ人にならないからスカットサーブが全然出せないよ。いきますよ。やられた。届かないはず。サーティーフィフティーン。大体この距離からなんでそういうことがわかるんだか。いきますよ。あーちょっと大鳥くん。え、まさか自分がサーブをしたいがためにさ、このゲーム負け落としてる？はい、やった、アウト。フォーティーサーティ。いきますよ。私が行った方が良かったんじゃないの？シミュレーション通りですね。ゲーム南吉川ペア。ニューコーン。一球って言わなかったね。そして打ったね。フォーティーフィフティーン。まさかの連続ですか。ニューコーン。やっぱ打ちたかったんだね。この調子のまま行こう。ゲーム大鳥ペア。せい。しまった。私だって声楽の一員なんだから。ウォンバイ大鳥ペア、ゲームセット。やっぱサーブを出すと思ったわよ。まさか連続で来るとは思わなかったけど。そして大鳥くんは右利きでした。うん、やっぱり楽勝楽勝。心にあった一瞬の隙を突かれたか。いい経験になったぜ。今日のところは私たちの負けです。しかしこの試合で取れたデータが私たちをより強くするでしょう。次に対戦するとき、壁は毎日高くなっているということを教えてあげます。強がっちゃって。データが取れたって勝てないと意味ないよね。それはどうだろうな。何がですか？だって勝ったじゃないですか。確かに今日はダブルス名門の山吹のペアに勝ったよね。お互いにフォローもできてたし息も合ってた。うん、じゃあ何がダメなんですか？でしょ？ほらやっぱり相手が強がってるんですよ。でもさ、それだけで勝ち続けられるほどダブルスは甘くない。手厳しいことを言うようだけど、君のダブルスの技術はまだまだ未熟だと思うよ。そうだよね。シシロさんとずっとダブルスを組んでる大鳥くんだからこそわかるんだよね。そうなんですか？でも君はもっと伸びると思う。だからこんなところで満足しないでほしいんだ。はい、ありがとうございます。なんだろう、すっごい励みになる。うん、認めてもらえないみたいでつまんないけど、いやもうちょっと
もうちょっと積み重ねていこう。大鳥くんは私のことを思って言ってくれてるんだよね、きっと。こうして今日の練習試合は終わった。やっぱり散歩は気分が落ち着くよ。あ、自動販売機発見。ここも自販機コーナーなんだ。ちょっと喉渇いたし、スポーツドリンクでも買おっと。自販機ってこんなうるさかったっけ。よしと、どこで飲もうかな。あれ、インドアテニス場に明かりがついてる。誰か練習してんのかな。ちょっと見に行こう。お邪魔します。で、なんで私コソコソしてんだろう。まあいいや、誰がいるのかな。あ、大鳥くんとカバチくん。そっか、二人で自主トレしてるんだね。熱心だな。すごいラリーだな。どのくらい続いてるんだろう。あの二人が氷帝の新しい主戦力なんだから、相変わらず強敵だよね。日吉くんも誘ってあげて。もちろん性格だって、ももちゃん先輩やカイドウ部長も龍馬くんもいるし、私やナミちゃんだっているんだ。戦力的には負けてないよね。うん、そして性格にはさくのちゃんや新井さん、池田さん、そして頑張ってくれる3人組がいる。大丈夫だよ。あ、終わったみたい。ふぅ、そろそろ上がろうか。うし。あれ、君か。練習見てたのかい。今思ったけど、この二人って結構高身長だよね。こんばんは。なんだ、声をかけてくれれば一緒に練習したのにな。どうやって、どういうペアで組む、シングルス。いえ、来たばっかりなんです。覗き見するんじゃなかったんですけど。わあ、二人とも汗だくだ。こんなに長い時間練習してたんだ。お風呂空いてるかな。まだ。そうだ、せっかくだし、さっき買ったドリンク差し入れしようかな。大鳥くん、どうぞ。大鳥くん、このドリンクどうぞ、差し入れです。え、いいのかい。ありがとう、もらっておくよ。おっと、もうこんな時間か。そろそろ部屋に戻らないとね。わ、さらっと終わった。カバジくん、何も言わないんだね。あー、いつの間に。早く戻らないとみんなが心配しているかも。こんな時間だし、部屋まで送っていくよ。大丈夫ですよ、道はちゃんとわかりますから。ダメだよ、一人でなんて。女の子なんだからさ。うわ、超紳士。そうですか、それじゃあお願いします。この日、大鳥くんに部屋の前まで送ってもらっちゃった。今日も疲れたな。また明日も頑張らなくっちゃね。おやすみなさい。あとお庭に水をまいて、お皿を洗って、そしたらお昼の下ごしらえしなくちゃ。おい、お茶もらえるか。大至急だ。はい、少々お待ちください。はい、すぐにお持ちします。ああ、日吉さんってちょっと人使い荒いんだよね。さっきからもう何回目かな。それあなたがすぐに行かないからだよ。押したり先輩も前回言ってたじゃん。なんて命の恩人でもある氷帝軍団の人たちには文句言ってちゃいけないよね。新選組が襲ってきて、私が働いてた宿は休業。私は住む場所も働く場所もなくなってしまった。この倒幕派の隠れ家に置いてもらう代わりに身の回りのお世話をすることになったけど、私にとっては今までとはあまり違いはないから、それなりにやれてる感じかな。新選組に一網打尽にされた倒幕派の急進派の人たちが、あの後天皇の住まいに大砲を撃っちゃって、長州は賊軍として征伐されたけど、二度目の外国から買った武器で幕軍を追い返しちゃったって。長州は外国の連合軍に攻撃されて、武力の違いを知ってるから、今は外国から武器を買ってる。威力が凄まじいんだよね、外国の武器って。
いろんな戦いが絶えず起きてたから発達したんだって。でもその連絡手段でどうやってやったんだろう。お願いしました。そして届くの何ヶ月後だろう。 2,3 ヶ月くらいかかんのかな。そんなかかんないか。そんな武器を使う兵艇軍団は新選組と幕軍相手に連続連勝、勝ち戦を続けている。何？あ、ジローちゃんもしかして踏んじゃった？ごめんなさい。絶対さ、カエルを踏んだような音したよ。最近長州から来たこの芥川さんって人、いつも寝てるよね。芥川さんはその程度で起きやしねえや。いつものことだ。踏まれても起きないんだ。そうなんですか。いつか起きてる時に謝っておこうかな。戦いが勃発してる時だね。あ、お茶に関して文句言わなかったわ。よかったんですか？お茶とお団子をおごっていただいて。あ、これは多分ヒヨシ君じゃないな。大鳥君だよね。用事のついでだからね。君もたまには散歩くらいしたいんじゃないか？それは平気ですけど、ありがとうございます。気遣っていただいて。おまんじゅうもいただきます。二皿目いただきます。どうしよっかな。前回これだったので今回これいきます。おまんじゅうもいただきます。そんなに慌てて食べなくても団子は逃げないよ。私今おまんじゅう食べてるんだけど。そんな、ごめんなさい。甘いものはいくらでも入っちゃうので。若いね。女の子ってそうだよな。ふるさとの姉さんを思い出すよ。あ、遠慮しないで。大鳥くんってお姉さんがいたんだ。そろそろ戻りませんか？見回りの新選組に見つかったら大変だし。そうだね。今日の町は広いけど、滝さんが新選組に目をつけられたのも茶屋だったし。じゃあ見つかっちゃうじゃん。お前、あの時宿にいた女。あ、いや、人違いです。あ、新選組の、言わなきゃよかったのに。ああ、そういう時は知らないってごまかさなきゃ。そうですよね。ごめんなさい。あ、いっぱいいる。なかなか隠れ家が見つからずに困っていたが、こんなところで会うとは。荷物を持って先に戻るんだ。4人なら大したことない。すぐに追いかけるから。そんな4対1はまずいよ。無茶です。一緒に逃げましょう。はい、先に戻ってます。私も戦います。君、何か武術の心得とかあるのか？かかと落としなら。かかと落としじゃ刀に対抗できないから。そうだね、上から来るかもしれないからね。横から来るだったらなんかかかと落としのバーンとかってできるかもしれないけど、不可能だね。わかりました。先に戻っています。新選組の皆さん、いいっすよね。それとも噂通り誰でも見境なしに倒すんすか？彼女は言ってもいいよ。それにここでは人目が多いから。もう少し上流に行こうか。上流だと川の流れ速くない？いいでしょう。ほら、早く行って。はい、行くぜ。荷物ってこれ、研ぎに出した刀じゃない。こんな何本もあるのに。重い。漬物石の方がまだ軽いよ。刀って1本何グラムくらいあんだろう。何グラムじゃないな、キロか。雨降ってきちゃった。遅いな。まだ帰ってこない。大鳥はどうしたんだ？お前一緒に出かけたんだろ？それが、ちょっとよう思いついたって、それで私だけ先に。そっか。ったく、いつまでかかってるんだか。
次郎ちゃん、次郎ちゃんは天候なしにここで寝るんだね。もう何時間も経ってるのに何かあったのかな。やっぱり心配だ、探しに行こう。やだよ、なんか大鳥くんの遺体が川から流れてきたなんていう総結果やだかんね。確かあの川の上流に行くって言ってた。大鳥さん、どうしよう、どこにもいないよ。今頃無事に戻ってて心配かけてごめんねなんて言ってくれるといいのに。あそこに誰か倒れてる。え、水の中？大鳥くん、大鳥くん、ひどい怪我、それに意識がないみたい。隠れ家までって無理だよ。どこか雨をよけれる場所を。空き家近くの人に助けを、橋の下。前回が空き家だったから。でも近くの人に助けっていうのまずくない？橋の下行くか。橋の下とかじゃ完全に雨を防げない。ダメ。じゃあなんでそういう選択肢あんの。近くに空き家とかないかな。あそこの小屋なら空き家が正解じゃん。大鳥くん、もう大丈夫だからね。重い。大鳥くん、ただでさえ大きいのに意識がないから。酔っ払ったお客さんを運ぶのとは大間違いだよ。抱きつかれる方がまだ楽。嫌だよそういうの。でも負けるもんか。大鳥さん、起きて。大鳥さん、体が冷え切ってる。このまま体温が下がり続けたらやばいかも。どうしよう。確かこういう時って肌で温めるっていいって。でもなんて悩んでる場合じゃないよ。このままじゃ大鳥くん死んじゃうよ。濡れてて帯目が固まっちゃっておどきにくい。なんとか終わったけど、今度は私の番だよね。もう今は見慣れたけどさ、初めて見た時これ大丈夫かとか思っちゃったもん。今目を覚まされたら、何やってるんすかなんて言われちゃうかも。言うかな。何やってるんだいだと思うと。スカはさ、年上に対してだと思うけど。でも、もうそんなことを考えてる場合じゃないよね。起きたら起きたで正直に話せばいいことじゃない。それに意識が戻った方がいいはず。大鳥さん、よかった、気づいたんですね。君、俺は確か雨の中に倒れていたのでここまで運びました。ごめんなさい、男の人って重いんですね。ちょっと引きずっちゃいました。泥とかついてたらごめんなさい。気分はどうですか。なんとか立てるから、もう大丈夫。あれ、こんな布どこから。女の着物はおはしょりの分長いですから、それを裂いて傷は縛っておきました。え、まさか君。熱の見張りしてましたよ。いつまた新選組が襲ってくるか分かりませんから。そうだな。姿がなくなっていると気づけばそういうこともあるよね。これでも少しは考えたんですよ。袴の紐の結び方が緩い。それに雨に打たれたはずなのに何ともないなんて、一体。まさか肌で温めてくれた。いや、それ以外考えられない。ここは気づかないようにだ。ありがとう。でもね、もうちょっと声のボリューム上げてほしいな。あのさ、看病大変だったろ。一晩中なんて体を冷やしてない。ああ、遠回しに聞いてきたよ。バカ、俺何言ってんだ。冬でもないのに徹夜くらいで体冷やすわけないじゃないか。一人で突っ込んでる。かわいいな。いいえ、寝てないだけですから。
大したことないです。本当です。大鳥くんの様子おかしいな。まさか気づかれてる？そんなことないよね。意識しちゃダメ、意識しちゃダメ。私が意識しちゃったらダメ。本当にバレちゃうよ。あれでも大鳥さん顔が真っ赤じゃん。絶対気づいてるよ。あっちゅー。まあ大鳥くんはね、顔赤くする子だよ。そんな気がする。どうしよう、気づかなかったウリ、今からでもしてくれないかな。いや、してくれてるよ。ああ、その根津の見張りありがとう。無理させてごめんね。おかげで助かったよ。やっぱり緊急とはいえ明日ないもんね。あの、二人きりで一晩一緒にいたことはみんなには、絶対二人はできたって思われちゃう。大鳥さんに悪いし、私はそれも困るもんね。うん、それ言うのは跡部様だけだよ。うん、黙ってるよ。君に助けられたって知られたら激ダサって言われるからね。うん、まあ、確かにししろさんは言うかもね。あと日吉くんもなんか言いそう。そういう意味じゃないんだけど、まあいっか。よし、行くぜ。今日こそ手塚をぶっ倒してやる。何見てんだ、あん？行かないでください。心配なんです。どうしても行くんですか？前回が心配だったので、行かないでくださいは。ちょっとな、下にしてみるか。あの、どうしても行くんですか？みんなどうしても行かなきゃいけないんですか？傷もやっと治ったのに。戦のことに口を出すんじゃねえよ。勝つのは俺たちだ。そうだろ、なカバジ。うし、大丈夫です。お前は吉報を待ってな。はい。心配あらへんて。新選組に合図が加わったかで、俺らにも薩摩の援軍がおるんやし。勝ったら大砲で合図してやるぜ。うまい飯でも作って迎えてくれよ。大砲で合図か、怖いな。そうだな、うまい飯頼むぜ。うまいを強調されてしまった。うまいをそんなに強調するなんてどういう意味ですか？お前の飯はうまいよ。まったく、ししろさん。大鳥くん、沈んだ顔見るくらいなら怒ってる方がまだ元気があっていいぜ。おめえは素直じゃないからな、ししど。けどそこがかっちょいいのかな。あ、起きてる。あ、芥川さんが起きた。あ、今やっと起きたの。ほんとだ。あの、よくつまずいちゃってごめんなさい。なになに？何の話？そんなの覚えてないぞ。次郎ちゃんは寝てる間の痛みを感じないのかな。そうですか。それならいいんです。みんなどうかご無事で。任せな。おい、行くぜ。うん。どうかみんな無事に帰ってきて、戦なんて早く終わって。戦いは兵亭軍団が勝つに決まってる、絶対に。だけどどうか無事でいて。いやー、大鳥くんはういね、かわいいよ。純情だよ、少年だ。まあ少年か、まあ中3だもん。3月3日選抜大会まであと4日。朝か。はあ、なんかすごい夢見たな。まあいいや、とにかく起きよっと。というところで、今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。